私たちは秋田のスポーツを応援しています。頑張れ秋田。豊富な運動量に加え献身的な守備、闘志あふれるプレーでチームを牽引したフラウブリッツ秋田青木翔太選手に話を聞きました。なんか青木選手を見るとずっと秋田にいてくれてるんだろうなっていう勝手なイメージなんですけど、まだ1年目なんですね。そうですね、今年来ました。どうですか1年間こうシーズン終わりましたけど、はい、率直な感想。まず雪がすごいなっていうのに驚いて、はい、でサッカーの方でいうと、まあ、最初なかなか環境に馴染むのに時間かかりましたけど、はい、まあ、最後の方はしっかり馴染めて、はい、まあ、ゴールも決めれて良かったかなと思います。堅守速攻の秋田サッカーの中で、うん、はい、一番最初にこう堅守に入る人なんだなっていう、はい、まあ、チーム全員意思疎通がないとできないサッカーなんで、はい、誰一人サボることなくっていうのはチームのもう決まり事、約束事なんで、はいはい、そこは意識してやってます。吉田監督とは、沼津で3年間、はいはい、どうですか久しぶりに吉田監督の元でサッカーをしてみて。当時から熱かったんですけど、はい、よりそれが熱くなったなっていうのはすごい感じましたし、はい、あとはもうサッカーでいうのところでいうと選手の成長を第一に本当に思ってくれてるなっていうのは日常からすごい感じます。普段どんな人は無口だけど、はい、たまにボソッと面白いことなんか言ってるなっていうのは吉田五六、はい、一番印象に残ってる吉田五六って何かあったりしますか。僕は地の果てまで追いかけろとかボール失って取られて近くにいる選手じゃなくてもう取られた選手がもう取り返しに行けっていう意味だと思うんですけど、それはすごい印象的で。個人的に来シーズン目標を一つ設定するとしたらどこに。チームで言ったらプレーオフには行きたいなと思いますし、はい、個人で言ったら2桁、まあ、そういうプレーオフ争いするチームだったりそういうところには必ず2桁取る選手がいますし、はい、まあ、そういう自分の中では目標を立ててやってます、はい、来シーズンの活躍もですね、大いに期待したい青木選手なんですけれども、はい、最後に一つ教えていただきたいことがあります、はい、青木選手にとってスポーツの力とは。まあ、町全体を動かせるスポーツっていうのはそういうものだと思いますし、まあ、感動を与えたりさまざまな人に勇気を与えるっていうのがスポーツの力だと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。スポーツの力。